寒し。あれめっちゃ寒い。なんかあったな。魔法陣ぐるぐるか。魔法陣ぐるぐるになんかこういうのあったよね。我の胸中になんかなんとか巨来するっていう。なんかそういうしょうもないのあったなと思って。そうですよ。俺がこういう話し出すと絶対釣れないっていうことですね。俺は今あの曲の高音パートどう歌おうかっていうのを裏声でいこうかな。ダンダダダダダダ。こいつを置き竿にしてさ、俺の高級車に傷をつけやがったな、この野郎。高級車に、物は異様ですよ。
クルアーツでは。クルアーツなんだろう。ニョニョーン。スイスイユー。タンタタタタン。タンタタタタン。タンタタタタタタタ。一番あ、やばい、五金製の曲だこれ。五金製の曲だこれ。YouTube やっぱ即なんか。クレーマーが来るっていう。そうやね、ご中佐がね、で、俺のチャンネルでね、ダメなのはね、ご中佐は結構ね、厳しいよ。ご中佐はね、ご中佐ほど肝をたっぽってなんかいいのないなぁと思うんだけどね。さあね、案外ね、うるさいんですよ。こっち見て、こっち見て、ほら、いいけれど、絵になりそう。だから今日はちょっとしないでよ。ちょっとしないでよ。まあ言うて俺そこまでご注射好きじゃないからね。ご注射よりなんだろう、言うとあれもそんなに好きじゃないからな。そもそも論だけど。渡天は同行最後の両親だよ。渡天とか評価とかは好きだったな。評価いいよね。評価はいい。アイスクリームって言うね。アイスクリーム。あれ笑ってはいけない。何度か出てきそうね。アイスクリーム。イケメンの光太郎がね、真面目な顔でああいうこと言われるとね、すごいよね。マジかって、お前マジかって。アイスクリームだ。バカ野郎、僕がやるんだか。アイスクリームバカ野郎。
塚を寒し、寒しだよ。マジ。寒。いやもう、ゴミでも拾ってやろうか。これ俺のゴミじゃないの。前々から気になるのよ。このゴミ。何なんだこのゴミ。だと思うけど拾いたくない。あのそういう世直し系 YouTuber じゃないっていうのと、あとなんだろう。何したやつか分かんないじゃないですか。ペットボトルとかね。ね。もう拾った後に言うのかっていう感じだけど、ダメ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 のカタツムリやねこれ。お兄ちゃんが東大受かるなんて無理よ、無理無理無理のカタツムリやね。この辺りのネタがインターネット老人会、うん、まあまさにそうですね。インターネット老人会ですね。無理無理無理のカタツムリ、わかるやついるかな。無理無理無理のカタツムリ、だからね、昔の多分ねエロ漫画ってね、漫画の体を捨ててなかったんだなと思うな。漫画であることを諦めなかったんだな多分。これ漫画ですよ。これ今書いてるんだ漫画っていうのは多分諦めなかったんだ。もう、あ、そう、ここのね近くのコンビニがね、あの11月いっぱいで閉まるんだって。ダブル驚きですよね。ダブル驚き。わかん、必須あもとさんはな、あれはね、消されたかな、文化が。必須あもとさんは。普通に、シューストとかそういうレベルじゃなくて、ガチで消されたやつじゃん、あれは。必須あもとさんは。宗教って怖いね。閉じまりした関東。つれにゃいにゃ。寄せきらんかったっつうか、こ
広いけえね。あんまりでも寄ってこんのよね。まだくん降り注ぐ雨が風邪よ君を愛するよかった。そう、この前のカラオケ、隣の人なんかこれ歌っててさ、まあお世辞にうまいとは言えんかって、で俺が歌いたかったんだけど、なんか俺が歌うとなんか嫌味っぽくなるじゃん。そこまで下手じゃないから俺も歌、その人よりはうまいから多分なんか嫌味になるなと思って歌えなかったんだっていうのもあるよね。だから歌いたい、会いたいな、会えないな、この気持ち。チャンス逃してばかり、だってさあ色の二人で、その夢をユニゾンしたい。待って、こっちを向いて好きだといっぺ。はい、これは分かるやついるかな。分からんだろうな。今の若い子には分からんよ、このネタは。多分鈴宮春日の憂鬱っていうタイトルは知ってても、そのあたりの周辺のマットとかネタとか知らんやろ。わわお忘れ物とか、忘れ物懐かしいな。あれ歌いたいな、あのミクルじゃなくて、ちゃん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 、朝倉なんとかやな。気持ちがいいよ、予感を信じて、あれどうやら俺ね、めちゃめちゃ音程外して歌ってるよ。ほんで音程外して歌ってるんだけど、サム自信ありげに歌ってるからあれなんよね、強固ないよね。な感じだったよね。それもなんか俺はなんか我流の勝手に頭の中の作曲して歌ってるから、もう 変な感じになってるよ多分。それは気づいてはいます。ダメですが移動しません。寒くなってきたからな、2つぐらいしか浮かばん。明日
明日、聞くか。ああ、鬼舞よ。俺も鬼舞の影響で髪伸ばし始めたからさ。それまで全部坊主だったんだけど、自分で剃ってやってたんだけど、鬼舞の影響で伸ばし始めた。ちょうど1年ぐらいになるのか。鬼舞のラインスタンプすげえ汎用性あって助かる、あれ。あれ面白いよね、あのテキストが。編集できるやつ。ああ、もう巻いちゃえ。私のタッグ。ああ、俺も鬼越みたいに美少女に泣いて願望だだ漏れだ。くそっかよ。JSに JCに。C に リバースってすごいよな。男の夢じゃん。俺も C にリバースして、なかなか絶妙なとこついてるよ。 C に転生とかなかなかマニアックでいい。 C に転生はね、男の夢よ。よし、さて、じゃあ帰ります。うん、ギャギャ言えよ、ね、ここでお前あーふぇー神なんだけどな。そうは問屋がいかんぞきってな、まあ、結局そうは問屋がいかんわけよ。問屋のせいやな。せやから問屋が悪いんや。俺がつれへんの、俺の腕が悪いんやの。また問屋が悪いんや。とは問屋がいかんぞき。なんかかじってる圧すらないもんな。取られてる形跡すらない。多分これが俺が落としたやつなんだ。よいしょ。マジか、お前すごいな。ニュートン力学、ファックユThe sugar is.
あら、まあ釣れませんでしたね。まあ知ってたけど釣れねえな。ベーリング界のあのカニ漁みたいに釣れるとっては思ってきてたんやけどな。全然ダメですね。不思議だな。